マジ終わんなくなくっちゃう登録者数5000人超えてあこの子はお母さんに伝えてる子だ配信してることまだそんな遊びやってたのもういい年なんだからちゃんと働いてお給料もらわないとうん <laughs> いや今の時代お母さん今の時代はあれですよいいと思いますよペコーラは配信者も ちゃんとお金をもらえてますし、いや、もらえてるってわから人それぞれかもしれないべくですけども、いや、5000人もすごいことだと、ペコら思いますよ。遊びじゃないんです、本気なんです。この子は。アスカ、友達かなママーあ、あれママから来とるやん。バーチャルユーチューバーだっけ姿偽って、人様からお金を。 楽しくていいかもしれないけど将来的にずっとやっていけるものではないから応援したくてもできないわよお母さんの考え方わかるでしょあ考えわかるじゃんまあ確かにわからなくもなくもないけどお母さん応援したってよ変わらずね貯金してるべこだから貯金あでも母いるわ 登録者5,000人超えたよまだそんな遊びやってんのはもういい年なのだからちゃんと働いてお給料もらわないとうんぐっぐっググあーやめてよお母さん応援してくれるって言ったじゃんお母さんあすかなんも連絡ないけどわあ 将来的にずっとやっていけるものではないから応援したくてもできないわお母さんの考えわかるでしょうわあよんあ？今は楽しくていいかもしれないけど将来的にずっとやっていけるものではないから応援したくてもできないわよお母さんの考えわかるでしょまあそうかもしれんけどそれはそうかもしれんけど確かに。 それはそうなのかもしれないけどさもういいじゃんもうマリンもさいい年なんだしもう心配しないで一人でちゃんとやってくからお母さんあれお母さんの名前の表示のままもあるけどお友達かな登録者数5000人超えたよまだそんな遊びやってたのもういい年なんだからちゃんと働いてお給料もらわないとうん <laughs> 母からは全然理解得られてない感じか。登録者数5000人ってすごいですよ。母は <laughs> <laughs> バーチャルユー,ユーチューバーだっけ姿を偽って人様からお金を巻き上げてるんでしょう。<laughs> 無視 <laughs>。 母猫愛好の母あまりにも無理解すぎるいやいやいや姿を偽ってかまあそのままの姿かは人によると思いますけどお金を巻き上げてるって <laughs> ご厚意でお金をいただいてることもあるけどさスーパーチャットとかしんにマジで理解ないんだね登録者数5,000人超えたよまだそんな遊びやってたのもういい年なんだからちゃんと働いてお給料もらわないとうん 褒めよまずまず、まずおめでとうって言おうよマミーちょっと、まあ、母としての気持ちもあるんだろうけどさ、ちょっとね厳しいよ、マミーマミー厳しかったな。許です。 今は悲しくていいか、え、楽しくていいかもしれないけど、将来的にずっとやっていけるものではないから、応援したくてもできないわよ、お母さんの考え分かるでしょ。そうね、分かるけれども。そうね、悲しいじゃん、そんなこと言う。母、登録者数5000人超えたよまだそんな遊びやってたのもういい年なんだから、ちゃんと働いて。 お給料もらわないとうんもう何も言い返せなくなってもうてますやんちょっと <laughs> もう何も言い返せなくなっちゃってるじゃんえこれちなみにさみんなさ音量など大丈夫ですか今は楽しくていいかもしれないけど将来的にずっとやっていけるものではないから応援したくてもできないわよ母さんのこ考えわかるでしょ そうういことじゃねえんだよな母さん母さんそういうことじゃねえんだよえ登録者数5000人超えたよまだそんな遊びやってたのもう一年なんだからちゃんと働いておけ料もまいちょっとちょっとちょっと痛いちょっとちょっと何も言えねえよ何も言えねえよごめんだけど何も言えん つら <laughs> 母母母,母も母バーチャル YouTuber だけ姿を偽っていつつあがる <laughs> 金を持って違うわ超美齢 3D と違うんだわそういうことなんだあすかの連絡なくなってる,やあ、ね、める母親の理解がないどうしよう母は 今は楽しくていいかもしれないけど、将来的にずっとやっていけるものではないから応援したくてもできないわよ。お母さんの考え方わかるでしょ <laughs> まあ、あその、心配する気持ちはわかるけど。続けられるように頑張るからさ。ウーハー早くね早い。これ、こう、お母さん、登録者数5000人超えたよまだそんな遊びやってたのもういい年なんだから、ちゃんと働いてお給料もらわないと。 うんお,お母さん登録者5000ってほんとにほんとにすごいのよほんほんとにめちゃめちゃどんだけ頑張ってやるとシミリの紹介大 s 島さんママバーチャル YouTuber だったっけ姿を偽って人様からお金を姿を偽って人様からお金を巻き上げてるんでしょ これ、語弊があります私は偽ってたのいないそういうタイプの人もいるかもしれないがその人が姿を偽ってるのかといえばそんなことはないだってそれが本当の姿だから人の姿は一つではないからいつ入ってきそうかで怖い 今は楽しくていいかもしれないけど、将来的にずっとやっていけるものではないから、応援したくてもできないわよ。お母さんの考えわかるでしょ？わかんないよ。お母さんの考えわかんない。わかんないわかんないわかんないよ。登録者五千人超えたよ。まだそんな遊びやってたの？もういい年なんだから、ちゃんと働いてお給料もらわないと。うん。<laughs> リアルリアルだよ。うーん。 やめてよ現実見せないでよ母今は楽しくていいかもしれないけど将来的にずっとやっていけるものではないから応援したくてもできないわよお母さんの考えわかるでしょちょっとうちの親みたいなこと言ってくるなちょっと <laughs> ちょっとうちの親みたいなこと言ってくるなちょ,ちょっときついなこれと怖い。 マジあのー、一番怖いかもしれん親がママは登録者数5000人超えたよまだそんな遊びやっていたのもういい年なんだからちゃんと働いてお給料もらわないんだうんこの「うん」この運はどういう気持ちで「うん」しているんだえええやないかあそあそびあそびじゃなんだよ <laughs> ちょっとここら辺見たい 登録者5000人超えたよママ、まだそんな遊びやってたのいい歳なんだからちゃんと働いてお給料もらわないと。うん。<laughs> これもしかして、そんなに喜ばれてないママには。ママにはそんなに喜ばれてないやつ、これ。いや、まだね。ちょっと、あの、まだ否定的なのかなうん。ニコのお母さんはそんなことなかったけど。 お母さんはあのほんとに登録者1名の中のあの1人目だったからねお母さんは何な,ならねまああれですけどえこれどうやって戻んのこれあっこうか。